大崎市三本木アタン記念館は、宮城県大崎市にあるアタンの博物館である。仙台藩では、幕末からアタンの採掘が行われた。現在の宮城県大崎市三本木の大松沢丘陵などでは、三本木アタンが産出され、1920年代の仙台鉄道開通により、仙台市へ大量に供給された。当館は、道の駅三本木内にある、 三本木アタンをテーマにした博物館であり、館内の中央に重さ10トンのアタン会を展示するほか、アタン資料展示室では最盛期の行動が再現されており、また、アタンの性質や利用法、地域における最短の歴史などを解説し、関連する資料を展示している。館内には他に写真展などが開かれる市民ギャラリーや休憩室、トイレもあり、いずれも 無料で利用できる。また建物の軒下には、アタンの採掘が行われていた当時に使われていた、大発工業のオート三輪が展示されている。当館は、大崎市が大崎市三本木アタン記念館条例に基づいて、アタン関連資料の収集、展示などを目的に設置している施設であり、2009年4月1日から2011年3月31日までの、 指定管理者に選定された株式会社大崎市三本木新高校舎が管理・運営を行っている。ありがとうございます。